本年77回目の説法に総本座昇進館で税関さんの話をして、できますことをとても嬉しく思っております。今日はエロフィンの本心というやや珍しくもあり難しくもある基本的な考え方を整理してお伝えしたいと思っております。そしてその考えは現代悩みと混乱の中にある人類にとっても考える基本的な基準となるでしょうと。このように生活していると何が善で何が悪かということが明確に分からないことが多いんです。この世で尊敬されている例えば職業とかあるいは家柄だとかあるいは財産なんだとか外から見た見ての良さとかあるいは現代では歌手や俳優たちの中にもすごく憧れる方もいられる方もいると思いますけれどもこの世でみんながいいと思うものの中に本当に神の目から同意できるような方もいればそうでないものもいる。日本で総理大臣をやっても天上界に帰る総理大臣は残念ながら地獄の落ちる総理大臣、この違いを人類が見分けるのはとても難しいです。なぜなら神の法によってそれを判断しようとしないで地上で人間たちが作った法律や考え方によって判断しようとしているからです。それは私もいつも正しいとは言えないわけですね。またそうした悪王が出ないよ、それを批判し国民は攻撃し撃ち落とす役割をしているマスコミというにもものにもここ200年ほど大きな期待はかかってはいたんですけども、マスコミの仕事の中にも、善悪やはり混在するものがあります。やっぱり地上的な常識や地上的な知あるいは地上的な学問、科学こんなものが前提になって判断しているためにこちらの地上的なものの考え方がっていった場合にはそこから出てくる善悪の基準も間違ってくることになる。信仰心があってやっぱり神に祈る気持ちがあって、人間が作るものは完全なものではないから、いかにこのような政治制度を作ればいいとかこのような法律を作ればいいとか思ったとしてもその上に神あるいは仏という概念があってその心を映したものを地上に代理で政治家とか法律家とかそういう方々が作ってそれを執行する人たちがやることが善であるという考え方はありえますけれどもそうでないものも出てきたということですね。例えば現代においては民主主義とか議会制政党制それから法治国家思想とか大体西洋型のデモクラシーの考え方は普遍的な価値として受け入れられつつはありますが、全部が受け入れられないものもその中にはあります。例えば先ほど言いました法治主義にいたしましても結局この世の人間たちの代表が多数決で最終的に決めることになりますのでこの世の常識が違ってた場合とそれから多数を占める人たちがそういう神に祈るような人々ではない間違った考え方や自分の利害に基づいてその利権を押し通すために、ある種の法律を作って自分たちの権利を維持しようとそういう形で作っていく場合には、その法律そのものもこの世を地獄にしてしまう力を持っていると思います。また過半数の方々がそういう信仰のない
あるいは場合によっては悪魔のそそのかしを受けるようなこの世の誘惑の中に生きているような人になった場合、選挙型民主主義も残念ながら完全なものとは、まず信仰心を持ってください。神の言葉を聞いてください。長い人類の英知を無視しないください。その中で科学や物質的な波的な反応もあっても良いと思いますが、これは最終的な人間の住み方ではありません。あくまでも魂のトレーニングの場所場所です。それを忘れずに、どうか多様な価値観の中で正しいものを選び取っていく、そういう知恵を磨く修行の場として、この地上が長く使っていけるように維持すること、私たちの仕事だと思います。来世のことは十分な情報がまだ知られてはいないと思いますけれども、どうか私は幸福の科学の教えが地球の隅々まで広がることを求めています。地球人類が今80億人近い人口になろうとしている中で、半分以上の人たち、過半数が間違った思想、要するに信仰を持たない世界を打つとしているなら、これに対する反作用が始まりますので、どうかその前に人類の考え方を変えていきたいと思っています。まあ、それが私は救世主の仕事だと考えています。どうか信仰心を中心に人生と、それから自分たちの仕事を組み立てていってください。そして人間としての正しい生き方を一人でも多くの人に伝えてください。ありがとうございました。